毎週木曜日の4時半は障害に対する疑問や福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆さんにお伝えするアソシアのこれが福祉だ。パーソナリティを務めるアソシアの神谷です。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネットで配信しています。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、今日は、アソシア社会大からあさとさんに来てもらいました。あさとさん、こんにちは。こんにちは。あの前回の紹介では、イケメンが来るっていう風な紹介をされてたんですけども、そうですね、イケメンがイケメンが昔は多分イケメンだったと思うんですけど、昔はイケメンだった。これユーストリーム見てる人ががっかりしてないことを祈るんですけども、見えるんですよね見えますね。残念ながら、はい。なんか以前なんか内地の東京のなんかテレビ局から出演のオファーが来てたっていう。そうですね、うん、あれ何のコーナーだった、何でしたかな、あのご当地イケメンみたいなご当地イケメンありました、ありました。でもこれちょっとあの沖縄に失礼だね、うん、いやでもフェイスブックの写真はいいんですよね。あ、フェイスブックの写真がいい、うん、ちょっと加工されてあると思うのでそれを見て勘違いして連絡してきたっていう。そうそうそう、そうですね。もうなので行かなかったですけど。行かなかった。もう、はい、そこの名誉だけ残してました。なんか名誉だけ残してる、はい、まあでもね、あの見る人によってはね、そのかっこいい基準は違いますから。そうですね、基準は違うので、まあ、うん、僕はすごい十分かっこいいと思いますよ。全然本当に思ってないような感じじゃないですかはい、今日はちなみに山の日ということで、はい、なんかこれなんで山の日なんだろう。山の日ですか、うん、山の日今年からじゃないですかね。どんないきさつで山の日ができたんだろう。え、すごい。これ山に行かないといけないの今日ですか。うん、今日はやっぱ山じゃないですか今から今からだと、そうですね、名護向けに行くとだいぶ時間あるのでもうまだ行きますね。ザキミ上司とかカツレン上司でもいいそれ山じゃないですけどねはい、ではですね今日は、アソシア社会大学からあさと恭平さんと、届けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、前回は、マネージャーの後藤さんに来ていただいて、はい、まあ、いろんなそのプログラムを紹介してもらったり、まあ、社会大学ではその個別的な関わりとかっていう話もしてもらったんですけども、今日あさとさんからはこうなんか授業を通してなぜ他者と関わることがこう大切なのかとか、そうですね、まあ、そういった話をしてくれるということで、うんうん、はい、はい、まあ、ちなみにこうどんな授業をやりながらその他者と関わるっていう感じなんですかね。ですね、社会大学の授業前回そうですね、後藤さんからあった、はい、福祉科とデザイン科という、福祉科とデザイン科で、はい、それ以外に実は、共通科目、共通科目という授業であった、あと選択科目ですね。選択科目とかもある。そうですね、はい、で基本的に共通科目は全員参加っていう位置づけ で、うんうん、で選択科目はまあ任意参加ということで、任意の参加。そうですね、はい、まあ、参加希望があれば入ってもいいし、うん、入らなくてもいいというところで。なるほどね、はい、共通科目はどんなことやってるの。共通科目はですね、主にまあ Excel や Word だとか、うん、まあ中国語とかもやってますね。 Excel や Word や中国語。そうですね、中国語もやっております。すごい、教えれる人いるんだ。そうなんですよ、うん、教えれる方がいてですね、うん、まあ基本グループワークみたいな感じでですね、うん、やってるんですけども、うん、まあ、でも Excel、Word って本当にね、もう今社会に出ていく上で、まあ、仕事とかでもある程度ね、うん、パソコンはちょっと触れないといけないから、うん、こういうのは必須になってくるのかな。そうですね、やっぱなんかいずれ使える技術とか、うん、そういったところを共通科目では行ってますね。なるほどね、まあ、社会に出ていた時にいずれ使える技術、はい、で中国語とかが入ってるっていうのはやっぱりその特に沖縄は最近観光客の方も多いし、うん、そうですね、就労支援とかやっていく中で挨拶程度とか、はい、例えばちょっとこう、トイレはあちらですよぐらいでもいいから英語とか中国語が少しこう分かると仕事にも有利だもんね、うんうん、そうですね、今まさに話してた通りではあるんですけども、うん、やっぱりそうですね、観光地が増えてきてるというところもあって、うん、そういったところで中国語っていうのは取り組んでますね、うん、なるほどね、はい、他に何か、ま、じゃあそういったこう授業を通して、ま、
でもね、こう社会大学の対象となる方っていうのは、例えばこう集団が苦手だったり、そうですね、以前に引きこもっていたりとか、はい、やっぱこう授業といえども、やっぱこう集団に入っていくっていうのは難しいではあるけども、はい、この集団に入っていく必要性って何かあるの？そうですね、実はあの社会大学ではですね、この授業の目的として、興味関心を広げていくっていうところもあるんですけども、じゃあそこで今神谷さんが話していた人と関わる機会を増やしていくっていうのも目的の一つとしてあってですね、でここからまあなぜ人と関わる必要があるのかっていうところなんですけども、はい、ちょっと神谷さんに質問なんですけども、はい、どうぞどうぞ。神谷さん、身長は高い方ですか、それとも低い方ですか、ね、身長高い方か低い方。今175センチ。そうですね、175、できれば77にしときたいけど、まあ175ぐらいなので、5ぐらいですね。沖縄では、はい、高い方になるのかな。あ、そうですね、沖縄もしかしたらちょっと高い方に、うん、じゃあちょっと質問変えるんですけども、はい、ですね、平均身長がですね、180センチ以上と言われているオランダ。平均身長が180センチ以上と言われているオランダ。オランダ、これみんな風車とかじゃないの？いや、あの、これあの単位が違います、メーターとか。180風車とか。風車とかじゃなくてですね、チューリップ風車。センチ、センチです。センチ、センチです。そんなに高いんだオランダの人って。オランダも高いんですよね。へではなくてですね、身長、うんうん、っていうと、うん、カメラさん、オランダに行った時って身長高い方ですかね、低い方になります？もう低い方じゃない、もう。そうですね、うん、これですね、あの、まあ、比べる対象というか、はい、あの、まあ、環境とかですね、うん、比べる対象によって、うん、自分が身長高いか低いかっていうのは変わってくるんですね、うんうんうん、で例えば無人島でですね、はい、一生を過ごす人、まあ、実際にいないとは思うんですけども、まあ、いないと思うけど、うん、がいた場合は、はい、自分が身長高いか低いことかとかですね、うんうん、まあ、あとは自分がどんな性格なのか、優しいのか、うん、怒りっぽいのかっていうのは、うん、わからないんですね。確かにね、無人島で一人でいたら自分が背が高いか低いか、うんうん、明るい方なのか、うんうん、暗い方なのか、うんうん、そうなんですよ、わかんないね、まあ、うん、流れて泳いでる亀を見てあ、俺大きいなとか。そうですね、亀よりちょっと大きいなとかっていう、まあ、そこはちょっと違うんですけど、はい、まあ、まあこのようになんか、なんていうんですか、他者とやっぱ比べることで、うん、自分がどういう存在か、うん、身長高いのか低いのか、うん、優しいのか優しくないのかっていうところは、うん、知っていけるので、なので社会大学ではですね、うん、やっぱりちょっと人と関わることで、うん、自分自身がまあどういう人なのか、うん、まあ、何が得意、うん、何が苦手とかっていうのを深めていくためにも、ちょっと人と関わる授業っていうのは意図的にですね、うん、設けるようにはしてますね。なるほどね、はい、まあ、なかなかこう集団に入りきれないとか、うん、集団の中での失敗体験とかっていうのが引き金で、うんうん、こう、まあ、社会から離れてしまった、うんうん、だったとしても、もちろん最終的には社会に入れたらいいなとか、うん、集団に入れたらいいなっていうのもあるけども、うんうん、必ずしもその集団に入るため、社会に入るためではなくて、うんうん、その集団にいることによって比較対象を分かり、自分自身が分かりやすい、自分を見つけやすいっていうこともある。あ、そうですね、なるほど、まあ、なんか中に入っていくというよりも本当にいるだけでも、うん、そこは比較していけるので、うん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 、ただですね、なんていうんですかね、まあ、無理やり入るというよりはやっぱり最初すごいいきなり関わりましょうと言われても入りにくいので。そうだよね。なので僕らはちょっと個別の関わりでも安心してもらいながらも、うん、まあ、慣れていくと集団に参加していってですね、うん、そこからまあ、自己理解というか、うん、自分のことを知っていく、うん、でそこが、まあ、自分探しの旅がそこから始まっていくというところで、ね、はい、やってますね。まあ、社会大学はその集団に入る、慣れていくっていうのもそうだけど、うん、まあ、一つ目的としては自分探しの旅でもあるってことなんだね。そうですね、もう今まさにその話の通りで、一番の目的はやっぱそこなので。なあ、そこがやっぱり一番大切なんだね、うんうん、そうですね、自分を見つけていくっていう、うんうん、なるほど。ではちょっと後半はですね、あさとさんの、はい、自分探しの旅をちょっと聞いていきたいなと。喋っちゃいますかね。喋っちゃいましょう、今日は言っちゃいましょう。楽しみにしててください、はい、じゃあその前に少し、あさとさんからおすすめの曲を1曲紹介してほしいなと思います。はい、今日ですね、うん、まあ、曲が何かというのもこれしかないなっていうのが。あ、これしかない、はい、はい、お願いします。マイケル・ジャクソンのですね、はい、スリラーです。はい、じゃあマイケル・ジャクソンのスリラーで。
あの忘年会の時にあの忘年会の2次会3次会ぐらいでだいぶお酒が入ってきたら踊ってくれるんですよ年に1回しかも歌いながらですよ今日はやってくれない。ここ今日スペースが一応ほらスペースですか。だ結構ありますね。もうえこんなに踊らないよね。台とかやっぱり必要なんです。でももうここで十分踊れなくはないけど、あれ踊ったらもうそうですね、来週から見る方がいなくなっちゃう。あすごいこんな感じ、そうですね、忘年会の時は出てこないので。Facebook の写真も気になりますね。あの本当に角度的に確かにあれ男前なんですよ。あれちょっとそうなんですよ。今より何キロ痩せたの？リアルにですか？うん、7キロぐらい。あ今よりも痩せてて、うん、別に今もそんなに普通ですよね。結構痩せてて、うん、確かにあの写真はかっこいいんですよ。で、あれいいと思った？バイキングです、バイキング。バイキング、うん、でもあの時はいいと思うんですよ、当時。あの時はバイキングですよ。あ、バイキング、うん、バイキングのなんか夏休み企画みたいなので、うん、この沖縄の働くイケメンみたいな。ああ。で、出ませんかって。電話があったの？何があった？メール？いや、電話があったんですけど、うん、で疑うじゃないですか、うん。わざわざ沖縄に、その会社に連絡来るのかみたいな。誰かの冗談か詐欺か。そうそうですね。言われてるみたいな。よくこのなんかドッキリじゃないですか、いじられるので、もうすごい疑ってしまって。いやー、でもなんかそういうことはありましたね、でもね。ね、うん。出とけばね、本当にいい笑い物だったのに。テレビ出てみんながブーってね、ブーイングする。本当ですね。寝てなくてよかったなと思って。うん、メイはそのなんで俺に来なかったんだろう。あれでも4年前とかですね、4年前ぐらい、4年前までかな。出たら何か変わったかもしれない。あ、でもそれはありますよね。あったんですけど、やっぱ僕あっち行かないな、本当に。そういうとこやっぱ行かないんですよ。プロフィール写真今ちょっと探してみる。多分それ出てくると思う。あさと、すぐ出てくるやつ。Facebook の写真はそれ今の。私僕ロックかけてないんで、うん、うん、見れます見れます。確かに違う人みたいです。いやでもどっちがかっこいいって別に今じゃないですか。 ありがとうございます。いやいやどっちもかっこよくないんですけど、本当本当のこと言うと写真が本当にカメラが良かった。カメラが良かった。あ、そう、変えれないんですよ写真だと。あ、そうそう、これだこれだ。なんかちょっとね、こうエグザイルっぽいこうなんかね。ここからここに戻していくので、うん、ちょっと今次スクロールしてみたんですけど、ね、違う違う、それ聞いた。これはこれこの人は気づかなかったんですかね。これあのマイケル・ジャクソンが多分踊ってる時のぐらい。これすごいね、これ。あ、これ。これめっちゃパーティーピーポーだね。これ。いやいや、これチャラいわ。めっちゃチャラい。そういう時期も、そういう時期もあったんですよね。めっちゃパリピ。いや、チャラいですよね。こわ、チャラいわ。眉毛とかやばいっすね。ないし、なんかちょ、これなんとすっごい腹立ってくる、これ。イライラする。社会性が身についてきた。世界性が。ちょっとこう、見えるかな。見える見える、こう見えますって。めっちゃ見える。これ見えるんじゃないですか。もうユーストリーム映ってるますね。こっちかな。完全に違う人みたい。いや、これはね、本当に恥ずかしい。いいですね。あ、これかっこいいね。これ、これで痩せたらいいね。そうなんですよ、最近全然。これでちょっと絞れたらかっこいいな。ご飯美味しいですからね。痩せる要素が全然ない。あ、じゃあバーンと、これはなんか大まかなですけど、うん、ここはなんか結論として簡潔にまとめると、なんだろう、違うやり方があるっていうことを知る、自分の尺度
でうまくいかないからイライラするわけです。自分の尺度と社会の尺度が合わないから、うんはいはい、そこにこうストレスを感じるわけです。なんかここの話はすごいひっくり返ってますけどね。この話かはあれですけど、べき思考というか、うん、こうしないといけないというのが、うん、それから固定観念がもう決まってるみたいな。う違う尺度もあるっていう。うん、そのまま CM で。はい。ここはどんな形で入っていきますか。いやまあそのまま燃え尽き症候群みたいな。オッケー。俺が一回ちょっと、概要を振るから、うん、燃え尽き症候群の概要を振って振る燃え尽き症候群、俺が振るから、あで、まあバーンアウト、まあ、いわゆる燃え尽き症候群、うんうん、で、実はこうこうこういううんうん、ことを指します。あ、概要を話すわけです、うん、ここで、うん、その一般的なね、うんうん、で、まあ、モテなくなる人の代わりに避けてしまう、ここら辺までだと。で、どんな人がなりやすいかっていうと、ここを、うん、これは、これ順番逆だな。気質で言うと、頑固と一途な方とか。うんうんで例えばまあでも社会人をスタートして、うんうん、これが中間管理職、うんうんはい、とかにも多いと言われています。断言しないようにですね。そう断言しない多いと言われています。うんうん、でそこからまあね確かにっていうところで事例に入っていきましょう。はい。5秒前4、3、2、1。アソシアのこれが福祉だ。はい、後半はですね、アソシア社会大学の浅戸さんと一緒にですね、ちょっとまあお得な福祉情報というかですね、まあそういった福祉の知識みたいなね、そういったものをお届けしていこうと思います。今日はですね、皆さん、バーンアウトっていうの聞いたことありますかね、燃え尽き症候群とかっていうとちょっと、聞いたことがあるかもしれないですね。例えば、まあ、五月病とかっていうのもちょっと似てたりもしますかね。ちなみにこのバーンアウト、燃え尽き症候群って一体どういう症状なんですか。そうですね、燃え尽き症候群はですね、まあ、これまで熱心にですね仕事に打ち込んでた人が突然ちょっと無気力状態というか、うん、疲れた状態になってですね、うんまあ、燃え尽きたような状態になることを、うんうん、いわゆるこの燃え尽き症候群バーンアウトと言いますね。燃え尽きたような状態になる、はい、あの明日のジョーみたいな感じ。あおそらくおそらくあれもワンアウトっぽいですよねいやあのシーンなんかほらまさしく燃え尽きたね、はいはい、真っ白になっちゃった感じじゃない、うん、でもそうですね、まあ、なんかすごい印象的ではあるので、うんうん、まさにあんな感じではありますね。実際どんな症状になるんだろう。よく言われているのは自分に自信が持てなくなる。自分に自信が持てなくなる、うん、はい、やったり、まあ、人との関わりとかを避けてしまう、はい、人との関わりを避けてしまう、はい、で結果的にも何に対しても無気力な状態になってですね、うん、まあ、この内に塞いでしまうというか何に対しても無気力な状態。ちょっとまあうつ症状とも似ているのかな。おそらくそうですね、似てるなっていう感覚はありますね、うんうんうん、どういう人がなりやすいの。ですね、まあ、気質でいうとですね、うん、まあ、いわゆるこう頑固な方だとか、はい、物事にまっすぐな一途な方、まっすぐで一途な方、うん、はい、あとはあの完璧主義者に多いと言われていますね、はいはい、で、まあ、年代というか、うん、社会人をスタートしてですね、うん、まあ、もないこの新卒の方であったり、はい、まあ、仕事にこの 2,30 年ずっと打ち込んできた中間管理職の方に、うん、まあ、多いと言われているような、うん、はい、ものですね。なるほどね、まあ、気質で言うと、まあ、頑固で一途で、まあ、ちょっと完璧主義なところがある人で、うん、例えばその希望を胸に抱いて、うん、よし、ああいうことやってやろう、絶対こういうことやるぞっていう、こう、まあ、社会人をスタートして間もない方だったり、まあ、中こうちょうどこう油が乗ってきたというような表現ですかね、うんうん、いろんなこう決裁権とか、権限を持っていろんなこともやっていけるっていう中間管理職とかにも多いって言われてるんですね。はい、そうですね。
あのちなみにですね、あの今日ここにいる2人が実はその体験者っていうね。そうなんですよ実はかなり燃え尽きちゃったんだよね。そうですね、まあ、もう10年近くなるので。浅田さんは10年前ぐらい。そうです、正確に言ったら8年9年とか。なちょっと待って10年くらい前と8年前全然違うんじゃない。今いろいろ整理してたんですけど、うん、8年です。そうだね、10年前じゃないね。じゃあ10年前じゃないですね。 OK、 びっくりした。8年、こういうところがダメなんだね俺は。ちょっと完璧主義っていうかさ。あ、そうなんですよね。あ、ダメだ。あ、いいや、うんうん、浅田さん10年前でいいや。そうだね、約10年前で。約10年、そうだよね、およそ10年前だよ、ね、自分は2年前ぐらいじゃないですかね。2年前ぐらいかな僕の場合は。そうですね、うん、ね、お互いちょっと燃え尽きちゃったような感じだったんだよね。そうですね。浅田さんの時はどんな風に燃え尽きたの。僕はもうまさにちょっと書かれてるような、うん、まあ、社会人スタートしてであったり、うん、完璧主義ではないです、うん、おそらくその時ってすごい頑固だったなというか、うん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 、割とこのまっすぐのことしか見てなくて、この周りの声が入りにくいというか、うんうんうん、そういうのでちょっと物事を自分で決め込んでしまってるなっていうのは、うん、今振り返るとやっぱりあったなという感じありますね。あのべき思考が強かったんだよね。そうですね、この何々すべきとかこうすべきとかっていうべき思考が強いとこうちょっとなりやすいんだよね。そうですね、まさにこのその時っていうのは会社に、うん、僕が求めてるこの社会とはみたいなのがすごい強くてですね、うんうんうん、そうなんだよね、はいはい、この会社とは人を育てるべきとか、そうですそうです、上司はもっと教えるべきとか、この最初に研修があるべきだみたいな。なのになんでこんなに放り出されるんだみたいな。そうです、まさに本当にそこのべき思考がすごい強かったっていうのは、うん、はい、今は考えてもすごいありますね、うん、結果どうなったんだっけ。あ、もう結果もこの通りですよね。もうバーンアウトですよね。バーンアウトして引きこもっちゃったんだよね。そうですね、1ヶ月1ヶ月ぐらい、うん、ぐらいはもうそうですね、夜中に YouTube を見るっていう生活をもう日常化してましたね。まさしくこう、ね、その時社会大学があれば全然来てたね。あ、もうぜひぜひ、はい、そうだよね、はい、自分の場合はもうあの本当にこうアソシアをもっとあんな風にこんな風にやっていこうって思ってるけども、うん、やっぱこうそれが思うようにうまくいかない、うん、なんでみんなこんな風に働かないんだ、なんでここを目指さないんだ、なんでここに行かないんだっていう仕事をやっている。どっちかというと僕はべき思考っていうのも完璧主義の方が強いのかな。うーん、はいはい、そこにこうちょっとこう疲弊してしまって、うん、アソシアのスタッフ全員集めて僕は今年いっぱいで辞めますと。すごい大きい宣言でしたけどね。宣言しちゃったんだよね、はいはい、で僕もねこうちょっとこう、もういいよ、もう僕が辞める、もういいよ僕も福祉やらないっていうふうにも言い切ってしまって、ただこう家にこう帰ってこう子供たちと接しているときにこう無理して笑顔を作っている自分がいるのに気づいて、あ、俺今相当ちょっと無理してるなっていうので、あ、やっぱ結構疲れてるんだろうなと。でそこから僕はこう少しこう、外の情報を一回全部切って、外部との接触も減らして、はいはい、連絡とか関係者の方からの連絡も全部職員にやってもらって、うんうん、で職員にもあのもし僕が出勤して会っても声かけないでちょうだいと、もうその気力がないから人と話す。そうですよ、まさに本当に人との関わりを断ちたくなるというか。きついよね、うん、人と一緒にいることがきついよね。そうですね、うん、なので、まあ、充電期間があった後というところでやっとちょっと見えてきたというか僕の場合ですけどね、うん、あのま、もちろん対策、そういった傾向のある方とか、ま、今そういう状態の方に対して、うん、ま、いろんなこう対策、取り組みとか、ま、いろんなのありはするんですけども、やっぱりまずはその、気力っていう、 こうダムに溜まってる水がもう枯渇してる状態なんだよね、うんうんうん、だから、はい、何もない状態ではもう動くこともできないというか、人とも話す気力もないし、うんうん、まずはゆっくりとこうダムに水が溜まるのを待つしかないんだよね。そうですね、もう本当に空の状態なの で、ね、で溜まってきた時ってやっぱりだんだん周りが見えてくるというか、溜まってくるとちょっとこう客観的にいろんな物事を見れたりとか、うん、あ、じゃあこういうふうにやればよかったなとか、だからまずはそのしっかりとこう休息するっていうことが大切なのかな。
そうですね、やっぱ一番は休息かなっていうのはありますね、うん、なのでこうちょっとこう周りでもねそういった方が疲れてるんじゃないかなっていう時にやっぱり少しこう休んだらっていうふうに進めてみるっていうのがまず一つの手かなと思います。はい、はい、さてアソシアのこれが福祉だではですね、まあ、障害福祉に関する相談なども受け付けています。皆さんからの相談をお受けしてですね番組でも回答していければなと考えてもいるんですけども、なかなかね相談来ないので、アソシアの方には結構いろんな相談が来るんですね。はい、まあ、そういったのもこう、まあ、個人情報とか、まあ、個人が特定されないような状態でですね、まあ、少しこういったことに悩んでいる方もいらっしゃるみたいですね、ということでいろいろ、まあ差し支えのない範囲で紹介していければなとも思います。もしねアソシアにこう連絡したいという方はですね、またホームページでこうアソシアっていうのを検索してください。あ、